まず最初にですね、エストニアがどのくらい短期間に変貌したかという話をさせていただきたいと思います。ちょっと私事なんですけども、25年前に私はフィンランドの大使館で次席を務めておりましてですね、その当時はまだエストニアにですね、代理大使しかいなかったものですから、よく首都のタリンにはちょくちょくと足を運んでですね、サポートしていたわけでございます。独立回復後5年目、96年の首都タリンに皆さんをご案内したいと思います。こんな感じです。まあ、本当にのどかなヨーロッパの田舎の町という感じですが、これでも首都でございますね。そして昨年の10月1日、再び私は25年ぶりにですね、タリンに戻ってまいりました。首都の中心に向かう車の中でですね、その変貌した街の姿に本当にびっくりしたことを覚えております。こんな感じです。これはですね、25年前のタリンの中心部でございますけれども、同じところをですね、全く同じ角度で写真撮るとこんな感じですね。それからもう一つお見せしましょう。これも25年前ですが、今はこんな感じです。向かって左のところにストックマンっていうデパートが見えてると思うので、同じ角度で撮ったということがお分かりいただけると思うんですけど、かようにですね、変貌してしまったということになります。で、旧市街、ぜひ皆さんにもですね、コロナ禍が少し収束いたしましたら来ていただきたいんですけども、本当におとぎの国なんて言われるぐらいの美しい旧市街でございます。これは全然変わっておりません。日本の見方も様変わりです。25年前にエストニアと言いますとですね、みんなそれは国の名前ですかなんて言われちゃったんですけども、今はGoogleで検索してみるとですね、未来型国家とかデジタル最先進国とかかっこいい名前がどん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 出てまいります。しかし同時にですね、中世の面影を残すおとぎの国なんていうふうなキャッチフレーズもありますので、このままミスマッチがいつもたまらないなということで、ここら辺に気がつきますとですね、エストニアにはまってしまうわけでございます。エストニアの紹介を簡単にしましょう。面積はだいたい九州と同じぐらいと思ってください。で、人口が九州の10分の1ぐらいだというふうに思ってください。日本からの投資額が30億円、日本人の訪問者数は1年間で11万人ということですけれども、5年前から比べると倍増していますのでですね、今ちょっとコロナで皆さんお越しになることができなくなっちゃってますけれども、コロナが収束すればまたですね、たくさんの人が来てくださって、さらにそれが増えていくんじゃないかなというふうに期待しているところでございます。進出日本企業数85社、在留邦人190人ということになっています。さて、エストニアがどうしてですね、ここまで変貌できたのかということですが、その謎を解く鍵はですね、地理と歴史にございますので、その説明をさせていただきます。まずですね、地理的にはエストニアは2つの著しい特徴を持っております。第1がですね、バルト海に面しているということです。これは内海ですね。日本でいうと瀬戸内海みたいな感じですけれども、中世の頃からですね、通商路として栄えたところでございますけど、そこに位置しているということです。それから大国にですね、囲まれている。スウェーデン、ドイツ、ロシアに囲まれている。これも特徴です。そして3番目にですね、バルト海の東の方で切れ込んでいるフィンランド湾にも面しているということで、これ非常に重要なポイントになります。すなわち、エストニアとフィンランドが協力すればですね、ロシアはフィンランド湾からバルト海に出られなくなっちゃうんですね。こういうことでですね、非常に戦略的に重要な地位、要衝に、いるというのが第1番目の特徴でございます。で、2番目の特徴はですね、平坦そのものということでございまして、最高峰、スール・ムナマギという山というか、まあ、丘みたいな感じですけど、これも高さが317メートルですから、まあ、日本の高尾山の半分ぐらいしかないということになります。で、国土の3分の2はですね、標高50メートル以下ということになっております。この2つの特徴、すなわち要衝に位置しているということと、平坦そのものであるということから、どういうふうな結果になるかというと、侵略されやすいということになります。そして、ちょっと悲しいんですけども、地理によって作られた歴史はまさに占領と支配の歴史という形になっております。もう少し詳しく見ていきたいと思います。デンマークの支配、ドイツの支配、スウェーデンの支配、ロシアの支配、そして1917年にロシア革命が起こってロシアが潰れますのでですね、ここで一挙にですね、独立戦争を戦いまして、1920年に独立いたします。しかしその後20年後には再びですね、ソ連に併合されてしまいます。
で、その後、今度はナチス・ドイツの占領を受けます。で、その後、再びですね、ソ連が再占領するということで、この間にたくさんのエストニア人が処刑をされたり、流刑の浮き目にあったり、亡命したりという非常に悲しい歴史を繰り返してきたのがエストニアでございます。しかし、91年にですね、独立を回復いたしますと、その後は非常に目覚ましいですね。EU と NATO への加盟を果たしまして、それから EU の議長国も務めまして、そして去年は見事にですね、非常に厳しい選挙戦ではございましたけども、それを戦って、国連安保理非常任理事国に選出されるということで、小国ながらこれからもますますですね、国際上で活躍することが期待されているというのがエストニアでございます。さて、このエストニア、どうしてですね、高度なデジタル化が可能になったのかという話をさせていただきたいと思います。1938年、先ほどですね、ソ連に併合されたのが40年と言いましたけども、その2年前、1人当たりの GDP で比べますと、実はですね、エストニアは隣国のフィンランドに勝っていたわけでございます。しかし、1991年、独立を回復して、2年後の翌年の92年のエストニアを見ますと、なんとですね、1人当たりの GDP が隣国のフィンランドの8分の1に落ち込んでいたわけでございます。これはもうエストニア人にとっては大変なショックです。これだけ差がついてですね、もはやフィンランドに追いつくのは不可能ではない。皆さんはアキレスとカメのパラドックスというのをご存知だと思いますけど、アキレスはいくら一生懸命走ってもですね、カメに追いつけない。そういうふうにですね、エストニア人は考えます。しかしですね、ここはエストニア人の私は素晴らしいところだと思いますけど、それでもなんとかしようということでですね、2つの固い決意をエストニアはするわけでございます。で、1番目がですね、カメに追いつく。すなわち、フィンランドに追いつくということです。だけど、普通のやり方では追いつけないです。じゃあどうするか。西側諸国と異なった形で発展することで追いつこうということでですね、ここから現在に至るエストニアの基本方針、国家のデジタル化というのが出てまいります。で、もう一つはですね、悲惨な過去を絶対に繰り返さないということで、三つの危うさをエストニアは持っているので、これに備えようというふうなことになります。第一番目が物理的空間の危うさです。国家も領土も占領されたらおしまいでございます。よって、サイバー空間を徹底的に活用しようという生き方が出てまいります。二番目の危うさは、中央集権の危うさです。中央が崩壊したらば全てがおしまいになってしまいます。そこで今、エストニアが力を入れているのは、ピア・トゥ・ピアという生き方です。これ皆さんもご存知だと思いますけども、ちょっとコンピューターのネットワークの絵を描いておきましたけども、中央サーバー型ですとですね、中央のサーバーが壊されたら全部壊れてしまいます。他方、ピア・トゥ・ピアの場合には、小さなサーバーが蜘蛛の巣のような形でですね、繋がっておりますので、どこかを壊されてもですね、全体としてはちゃんとうまく機能するという。これ、ピア・トゥ・ピアと言いますけど、これをエストニアは非常に重視しております。そして3番目が小国の危うさでですね、多勢に無勢で蹂躙されちゃうということで、小粒でもピリリと辛いということでいきましょうということで、効率化をとことん進めるという生き方もここから出ているわけでございます。さて、その1、亀に追いつけという話をします。この方はですね、前の大統領をやっていたイルベスさんという人ですけれども、イルベスさんがですね、受けた啓示についての話をさせていただきたいと思います。1993年ですね、モザイクという、これはですね、初の市販されたウェブブラウザーでございます。我々は今、何気なくですね、インターネットエクスプローラーとか、私のような Mac ユーザーであればサファリとか、こういうものを使ってますけど、これのご先祖様です。で、これをですね、彼は買ってきて、フロッピーディスクで立ち上げて、私は衝撃を受けたと言っております。西側諸国のようなインフラなしで取り残されたエストニアではございますけど、しかしインターネットならですね、西側諸国もエストニアも同じ出発点にいるじゃないか。こういうふうにイルベスさんは考えます。そして、デジタル化すればですね、アキレス、すなわちエストニアはカメ、フィンランドに追いつくこともできるんじゃないか。こういうふうにイルベスさんは考えます。で、イルベスさんの頭にあったのは、徹底的に追い抜かれちゃったフィンランドでございます。じゃあなぜフィンランドはここまで発展できたのか。それを牽引したのが皆さんおなじみのノキア社です。じゃあエストニアもノキアのような会社を作ったらどうなんだろう。そのために必要なのは子供たちをデジタル化するしかない。
ということでですね、早くも1998年、すべての学校にコンピューターを配備いたしまして、すべての学校がオンラインでつながるという体制をエストニアは実現しております。で、これにですね、呼応してきたのは銀行でございます。お、これはすごいアイデアだということになります。で、なぜ銀行が飛びついたかということでございますけれども、当時の銀行の頭痛の種というのは、どんなに小さな村にもですね、支店を置かなければならないということで、コストパフォーマンスが非常に悪いというのが銀行の頭痛の種でございました。そこでですね、銀行はもう早くもこの時期にインターネットバンキングを実現しようということでですね、かなりの投資を行いまして、地方の在住者にコンピューターの使い方を教えています。で、同時に村の公会堂や図書館、学校にもコンピューターを設置する。こういうふうな形でですね、インターネットバンキングを早々と実現したわけでございます。しかし、20世紀末になりますとですね、新たな課題に直面いたします。それは何かというとですね、政府のサービスをどうやってデジタル化したらいいかという話でございます。で、そのためにはですね、国民一人一人のデータを政府に預けさせる必要が出てまいります。しかし、これに対してエストニア人は激しく反発をするわけです。なぜかというとですね、エストニア人にとってみればそれは政府による監視だと。で、特にエストニアはですね、ソ連支配下の暗黒時代を経験していますから、これじゃソ連時代の逆行じゃないかと言って、国民の非常に激しい反発を招くことになります。ここでですね、イルベスさんの非常に重要な指摘が出てまいります。政府サービスのデジタル化に対する国民の信頼を勝ち得なければ前に進めない。これは非常に重要な私はポイントだと思っています。つまり、イルベスさんに言わせると、国民の信頼獲得こそがですね、国民のデジタル化で最も重要ということになります。イルベスさんはここまで言い切っています。国家のデジタル化とは断じてテクノロジーの問題ではないんだと。はっきりイルベスさんは言い切っています。これ後でもう一回私繰り返しますが、日本がこれからデジタル化を考える上でですね、おそらく一番重要になるポイントはここにあるんじゃないかなというふうに私は考えております。ではどうすればですね、国民の信頼を勝ち得ることができるかということになりますが、3つの方途でですね、エストニアは国民の信頼の獲得に成功し、現在に至っております。それを説明したいと思います。第1はですね、個人データの所有権を明確にするということでございます。政府に預けてもですね、やはりあなたのデータはあくまであなたのものなんだということを明確にする。そして必要のない人にはですね、あなたのデータを見られないようにする。で、医療データをですね、お医者さんは見ることができますけれども、警察は見られない。こういうふうなシステムを構築するわけでございます。そして、あなたのデータを誰かが見るとですね、あなたにはすぐそれが分かるようなシステムになっています。で、見られたくない人が見た場合には、あなたは訴えることができます。そういう法律がエストニアにはございます。そして、2番目のですね、信頼獲得の方法は、あなたへの成りすましができないようにするということです。日本でもこれは今問題になっています。これはザ・ニューヨーカーという雑誌に93年に掲載されたですね、2匹の犬という漫画です。この漫画は今でもですね、よくなりすましの例を説明するときにですね、使われる漫画でございますけど、この漫画ではですね、真ん中にいる犬が画面を覗き込みながら隣の犬に向かってですね、オンラインだったらば誰も俺が犬だということはわからないというふうに言っているんですね。つまり、オンラインでもですね、あなたのみがあなただということをきちんと確保しなければ。いうことをこの漫画は教えているわけでございます。そのためにですね、エストニアはすべての国民にまずデジタル ID 番号というのを保持させまして、で、さらに2ファクター認証、これも日本ではだんだん一般的になってきましたけども、これを早々と導入いたします。これは何かというと、ID 番号、それから皆さんが持っている ID カードとかスマホなどのデバイスに装着されたチップが、マッチした時にのみですね、本人と認証され、その後官民の提供するサービスへアクセスできるという2ファクター認証でございます。信頼獲得の方法のその3を説明します。あなたのデータの書き換えがあなたの許可なくできるようにする。英語ではデータの整合性、インテグリティというふうに言っております。で、これはかなり重要な話でですね、大体我々はプライバシーの方がなんか重要だと思ってるんですけども、プライバシーより実はある意味、このデータの書き換えを防ぐ方が重要です。例えばあなたの血液型が書き換えられてしまったらですね、大怪我をして病院に運ばれたときに、違った血液型が輸血されてしまう。これ命に関わります。
そういうことでですね、データの整合性を確保するというのはものすごく重要な話です。でこれについてはですね、2008年からブロックチェーンという技術が導入されています。でこのブロックチェーンというのは何かというと、貴重なデータを格納するデジタルの台帳みたいなものです。で台帳ですからですね、どん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 新しい情報によって更新されていくんですけども、違法な書き換えをするとですね、必ず痕跡が残るというのがブロックチェーン技術です。でそれを消そうとすると、さらに痕跡が残るということでですね、書き換えが起こったらば、すぐにバレてしまうというブロックチェーン技術によってですね、データの整合性を確保するというのがエストニアの生き方でございます。ということでまとめます。国民の信頼を勝ち得るために、エストニアが取った3つの方と、個人データの所有権を明確にする。それから、なりすましができないようにする。そして最後にデータの整合性。あなたのデータの書き換えがあなたの許可なくできないようにする。この3つによってですね、国民の反発を乗り越えながら、エストニアは国民の信頼を獲得することができたわけでございます。さて、次に2番目のポイントです。3つの危うさに備える。悲惨な過去を決して繰り返さないためということになりますけれども。繰り返しになりますが、3つの危うさというのは、歴史から学んだことですけれども、物理的空間の危うさ、国家も領土も占領されたらおしまい、それから中央集権の危うさ、中央政府が崩壊したらば全てがおしまいな、そして小国の危うさ、多勢に不勢で蹂躙される、この3つにどうやって備えたらいいかという話でございます。でまず、物理的空間の危うさからいきます。これはまさにですね、サイバー空間の活用です。でこの写真の向かってですね、左側、これはエストニアの首相とルクセンブルグの首相が握手をしているんですけど、現在でもですね、自治国国と、エストニアの重要な国家データは、ルクセンブルグに設置されたデータ大使館。大使館といってもですね、大使館の建物があるわけではなくて、サーバーでございますけど、これはルクセンブルグにあるんですが、そこにですね、バックアップをして、どん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 アップデートされるというふうな形でですね、サイバー空間を活用しながら、いざという時に備えております。それから中央集権の危うさについては、まさにピアトゥピアということです。先ほど申し上げましたけれども、概念図でいうとこんな感じですね。中央コントロールがないままでですね、みんなが自発的につながるという生き方でございます。そして小国の危うさについてはですね、効率化をとことん進めるということでですね、小国の弱点を少しでも補っているという生き方をとっているということになります。ということでですね、3つの危うさに備える3つの鍵、サイバー空間の重視、ピアトゥピアの重視、効率化の重視というのがですね、歴史の教訓からエストニアが学び、そして実践してきたところでもございます。さて、ここでですね、ちょっとエストニアの急成長の軌跡というのを見ていきたいと思うんですけれども、1人当たり GDP はですね、独立後23年間で5倍以上に跳ね上がっております。この時期日本の一人当たり GDP は2倍に増えてますから、いかにエストニアの経済成長が早かったかということがお分かりいただければと思います。で、この人はですね、タルトゥ大学のメッツ教授というんですけれども、エストニアの成長の形は途中で大きく変化したというふうに言っておられます。独立回復後ですね、90年代半ばからは、まあ、西洋化、市場開放、そして外国からの投資などによって急成長するわけですけれども、ここで見ていただきますと分かりますように、2007年、金融危機によってですね、発展が停止し、大きく落ち込んでしまいます。しかし、非常にですね、素早くエストニアの経済発展が立ち直っております。でメツ教授の分析ではですね、これは新しい発展の形が生まれたんだということになります。それは何か。それは、エストニアのグローバル企業が発展を牽引するという、新しい発展の形でございます。実際2005年から10年間を見ますとですね、エストニアのソフトウェア企業の数がほぼ4倍に膨れ上がっております。で、こういうふうなですね、企業のパイオニア的な存在が皆さんご存知のスカイプでございます。2003年に創業して、eBay に買収され、その後、マイクロソフトに2011年に買収されます。でこの辺は本当にですね、私はエストニアらしいなと思うんですけれども、スカイプ創業者のエストニア人たちはですね、アメリカの大企業の下で働くのはつまらないということで、みんな片っ端から辞めてしまいます。100人以上が辞めたと言われます。で、その退職時に得た利益によってですね、彼らが続々と起業するようになります。
そして、彼らの中でもちろん失敗した企業もあるんですけど、多くの企業は成功いたします。その成功の原因はどこにあるかというと、まさにですね、エストニアが歴史から学んだ3つの教訓、サイバー空間、ピアツーピア、法律化、これらを重視するということによってですね、エストニアの企業は次から次へと成功していったわけでございます。まずスカイプです。スカイプはですね、インターネットを利用したほぼ無料通話の実現特典なんですけども、特徴はサイバー空間を利用して無料で国境を越えるということと、ピアツーピアなのでですね、サーバーコストが激安になっているということで、3つの教訓という観点に立ち返りますと、サイバー空間とピアツーピアを利用してうまくいったということになります。これは皆さんの中でも使っておられる方がいるんじゃないかと思いますけど、トランスファーワイズと言います。これはピアトゥピアを利用しましてですね、海外に送金する人と受領する人をマッチングするんです。そうすると同じ国の送金する人が受領する人に払うことで肩代わりが起こりましてですね、送金と受領が同時に実現できるという非常にクレバーなシステムがございます。特徴は海外送金の手数料がなくなってしまいます。これもですね、3つの教訓というところに立ち返りますと、サイバー空間とピアトゥピアを利用しながら成功した例というふうに言うことができるかと。これはクレベロンです。今も横浜とかですね、渋谷なんかで導入の動きが出ているので、そのうち皆さんにもかなり身近になるんじゃないかと思いますが、物流でですね、いつも困るのは最後の1マイル、最も人手がかかる。宅配なんかの業者がですね、みんな最後にはですね、手作業で配達しなければならない。これをですね、配送ポストに変えてしまうんです。で、特徴はこれができると人手がかからないでですね、物が配達できるということになります。これは3つの教訓の観点から見るとまさに効率化でございます。そしてエストニア政府の方ですが、 ID カード、エストニアでは現在6割がアクティブになっておりまして、これを使えばですね、国民は電子署名、それから電子投票も可能になります。ほぼ半分ぐらいの投票がですね、現在は電子投票で行っています。それから電子処方箋、こういったものは可能になっております。これは歴史からの3つの教訓に考えますと効率化でございます。それから、エストニアの基幹インフラで X ロードというのがあります。これはですね、官民のデータベースをつなぎまして、データ交換を基盤とするというものですけれども、特徴は中央集権のデータベースがないんです。ですから、いろいろなデータがですね、ピアツーピアのような形で X ロードによってつながっているだけというシステムでございます。で、一つのデータは一つのデータベースのみにある。これはエストニアでワンスオンリーの原則と言ってますけども、なぜかというとですね、複数のデータを複数のところに置く必要がないんですね。X ロードで繋がってますから、一箇所だけに入れておけばですね、そこから引き出せばいいというふうなことになります。3つの教訓に立ち返りますと、これはまさにサイバー空間、ピアトゥーピア、効率化、この3つをですね、使って可能になったシステムでございます。それから e レジデンシーというのがあります。これは外国人をですね、エストニアの仮想住民として認めるということで、前の首相の安倍首相も実はこの e レジデンシーの保有者でございますけれども、これを使えばですね、オンラインでエストニアに法人を設立したり、EU 市場に自由にアクセスしたりすることが可能になります。で、日本にいながらグローバル企業を運営できて、雇用契約を電子署名で結ぶことも可能になる。これは3つの教訓という観点に、しますと、サイバー空間と効率化ということになります。最後になりますけれども、私からのですね、メッセージということでですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。私はエストニアの大使になりましてからですね、いろんな人に日本はエストニアから学べる、いや学べない、両方の議論にぶつかりましてですね、いつも散々議論を重ねてきました。で、その議論でですね、学べないという議論を紹介いたします。一番強い議論はですね、エストニアは小国だからいろいろなことが素早くできたんだと。それから地理と歴史がですね、日本と違いすぎるということでですね、こんなエストニアから学ぶというのはそもそも無理ですという議論は非常に強いです。未だに非常に強いです。で、私も最初はそうかなと思ってた時期があるんですけども、今はちょっとかなり考えが変わってまいりましてですね、学べるかどうかなどで議論するよりも、何を学ぶべきかというふうに積極的に考えていくべきじゃないかなというふうに。そしてもしエストニアに学ぶべきものがあるんだったらば、少なくとも日本は学ぶ努力をすべきではないかなというのは現在私が考えていることで
でございます。では、エストニアから何が学べるかということになりますけども、私の考えでは、大国、小国に関わりなくですね、すべての国家が目指すべき未来、これがエストニアで実現しているというのが私の考えなので、まさに未来を学ぶべきというのが私の考えです。で、私はですね、ずっとインテリジェンスの研究をしてまいりました。インテリジェンスというのは歴史とはちょっと違っていて、未来を研究する学問です。どうやったらばですね、未来をうまく見通すことができてですね、判断、行動のために、未来のためにですね、判断、行動する知識、インテリジェンスを作ることができるという研究なので、とりあえず私は未来について考えていたんですけども、自分にとっての未来というのは2つのポイントがあります。第1番目がですね、グローバリゼーションです。で、2番目が持続可能な開発です。そこについてもう少し詳しく説明したいと思います。まずグローバリゼーションの方のお話からさせていただきます。私が若い頃はグローバリゼーションなんて言葉はなかったですね。何があったかというと国際化です。インターナショナライゼーションと言ってました。インターナショナルというのはもうネーションという言葉が入っているから分かると思いますが、主体は国家でございます。国家同士がつながり合ってですね、世界がつながっていくというのがインターナショナライゼーションですけど、今はもうほとんど国際化という言葉が使われなくなっちゃって、むしろグローバリゼーションが主になってますけど、グローバリゼーションというのは何かというとですね、もはや主体は国家ではございません。国家の中央統制はなく、企業や個人が自発的につながっていくと。これがグローバリゼーションでございます。そしてそのような形でですね、国家や地域という物理的空間を超えてつながる。これがグローバリゼーションでございます。それから2番目の持続可能な開発というのは、それでこのグローバリゼーションですけども、国家の中央統制がなく、企業や個人が自発的につながるというのは、これはまさにですね、エストニアが実現して、今も重視しているピアトゥピアでございます。それから国家や地域という物理的交換を超えてつながるというのも、まさにサイバー空間を重視するエストニアにぴったり来ているということでございます。そして持続可能な開発の方ですが、これは限りある資源を効率的に使うということで、国連などが SDGs、サステイナブルディベロップメントゴールズということでですね、今世界の国にこれに参加しなさいということで呼びかけています。これはまさにエストニアが推進してきた法律化でございます。こういう形でですね、2つの未来のポイントが見事にエストニアでは私は実現しているんだというふうに思っているので、こういうところはやはり日本が学ばなければいけないんじゃないかというふうに考えております。まさにこの3つですね。ピアトゥーピア、サイバー空間、効率。これがまさにエストニアが歴史から学び、生かしてきたことということになります。もう一つですね、日本はエストニアから学べないという議論がございます。それはこんな感じです。エストニアは必要に迫られて未来を選択しただけだと。で、日本はそこまで切羽詰まってないじゃないか。それでなぜですね、頑張って、未来を学ばなきゃいけないか。こういう話になります。これに今私はですね、最初そうかなと思ってた時期もありますけど、今私は違うと思ってます。つまり私は日本もですね、エストニアと同じで必要に迫られているんだと思っています。まずグローバリゼーションの流れというのはですね、これはもう全くなしです。日本がこれ上がろうと思ったって無理です。それから持続可能な開発。この点はなかなか難しいですけども、かつてはですね、物がないから節約しましょうということでしたけども、今は考えが随分変わってきています。つまり物があってもですね、やっぱり限りある資源を地球に生きる人類の一員としてですね、大切にしなければいけないというふうに考え方が変わっています。そういうふうに考えてみるとですね、日本も私は必要に迫られているんじゃないかと思います。ということでですね、私からのメッセージということになりますけど、日本はエストニアから全ての国家が目指すべき未来を学ぶべきであると。学ぶ努力をすべきであるというのが現在の私の結論でございます。ではどうやってですね、エストニアから学んで、日本でデジタル化を推進することができるということになります。で、先ほど申し上げましたように、これはイルベス前大統領の非常に貴重な、私は指摘だと思いますけど、政府サービスのデジタル化に対する国民の信頼を勝ち得なければ前に進めないと、これイルベス大統領が言われたことでございますけど、まさに私はですね、これは本当に資源だなというふうに思っているので、これはやはりですね、
我々がしっかりと胸に留めておかなければいけないことだと思います。つまり、国民の信頼獲得こそがですね、国家のデジタル化で最も重要でございます。国家のデジタル化とはですね、断じてテクノロジーの問題ではない。そこでですね、繰り返しになりますけれども、イルベス大統領がおっしゃったのは、透明性を確保する。それによってですね、それによってというか、それによって、それのみによってですね、国民の信頼を獲得できるというふうにおっしゃいましたけれども、この3つのポイントというのはですね、これから日本人が肝に銘じておくべきことじゃないかなと。繰り返しになります。個人データの所有権を明確にするということです。あなたのデータの所有権はですね、政府に預けようと預けまいと。いずれにしても所有権はあなたにしかないということは明確にしなければいけないし、それが担保できるようなシステムを作らなければいけないということです。それからなりすまし。これは絶対にできないようにしなければなりません。そしてデータの整合性。あなたのデータの書き換えがあなたの許可なくできないようにする。この3つのポイントを確保することによってですね、国民の信頼を得ることができた。これがエストニアの辿った道でございますので、これは私はですね、しっかりと日本人も頭に置いておかなければいけないというふうに思っております。ということでですね、再びテクノロジーの問題に戻ってまいりますけれども、エストニアね、なんか見てると本当にすごいテクノロジーがあってですね、いろんなことができたんだろうというふうに皆さん思われるかもしれないけど、私はエストニアにいて1年ぐらい、1年ちょっと経ちますけれども、そんなに凄まじいテクノロジーをですね、エストニアは持ってるわけじゃないんです。テクノロジー以前の部分でですね、国民のマインドをどんどん変えてデジタル化がうまくいったというのはエストニアだというふうに私は今、つくづく感じております。日本もですね、これテクノロジーの先進国でございますから、そういった意味ではですね、いいテクノロジーをいっぱい持っているので、日本のテクノロジーで十分ここに書かれていることは実現することが可能でございます。ということでですね、あとは政治的指導者、そして皆さん一人一人のですね、決意が重要になります。それがあればですね、日本のデジタル化というのはできるし、それから今もどんどんデジタル化の途上にはありますけど、これをもっともっと加速することができるんじゃないかなというふうに思います。安倍首相の後を過ぎまして今、菅首相がですね、リーダーシップを取っておられますけれども、菅首相も所信表明演説を国会でこの間行いました。その時は一番最初に出てきたのは当然のことながらコロナ禍ということになります。2番目はデジタル社会。これを促進していくんだということを2番目に挙げております。そのくらいですね、今日本にとってデジタル化が重要になっているということでございますけど、繰り返しになりますが、これはテクノロジーで十分できるということになって、テクノロジーの問題ではありません。政治的指導者、そして皆さん、一人一人のですね、決意があるというのが日本の将来のデジタル化ではないかというふうに私は今、エストニアで感じております。以上をもしまして、私のプレゼンを終わりにさせていただきたいと思います。皆さん、ご清聴どうもありがとうございました。北岡大使、どうもありがとうございました。本日は本当に大変お忙しい中、本学の学生が主催いたしましたこのような講演会にお越しいただきまして、誠に感謝申し上げます。で、せっかくの機会でございますので、何かご質問があれば受けしたいんですけれども、いくつか出ておりますので、少しお時間の許す限り回答いただければと思います。ティール型組織が日本でも注目され始めています。エストニアはいかがでしょうかというご質問がありますけれども。すいません、ピール?ティール型という。あ、ピアトゥピアのことですか。ピール型ではすいません、私。すいません。私もちょっとティール型よく分からないので。では、エストニアが独立したきっかけというものはあったのでしょうかということでございます。これはですね、独立をしたというか、エストニア人にですね、1991年に独立したよねって言うと怒られますね。独立を回復しただけだと。彼らはっきり言います。1918年に独立宣言をし、独立戦争を戦って1920年に一旦独立してるわけですから、その後ソ連に併合されただけでですね、回復したということになりますけど、これはですね、まさにソ連が崩壊したわけです。もちろんですね、エストニアは独立の機会を淡々と狙っていたわけでございますけど、ソ連というのはこれは大きな国でございますから、やはり多勢に無勢でですね、なかなかこれができなかったわけ
ですけど、ソ連が崩壊した。そういうことで、それをうまい具合に利用しながらですね、1991年に独立を変えましたということになります。ありがとうございます。たくさんの質問が来ておるんですけれども、時間もありますので、あと一つだけ、日本人、日本企業がエストニアを訪問する際に、どのようなことを注意して、何を見たらよろしいでしょうかということでございます。はい、すごく日本の企業の方たちにね、もっともっと私は来ていただきたいと思っていて、でその時にはまずですね、ご相談していただきたいのは、今日ここに須原さんおられるかどうか分かりませんけれども、彼はエンタープライズエストニアというですね、組織の代表もされていますけれども、彼に相談していただけると、いろいろなアドバイスがいただけると思います。彼の肩書きは、駐日エストニア大使の特別補佐官ということになっていますので、彼にいろいろアドバイスを聞いていただいたらいいと思いますが、繰り返しになりますけども、やはり一番重要になるのはですね、ものの考え方だということです。単に上辺のですね、テクノロジーにとらわれるのではなくて、今日私お話ししましたけれども、やっぱりエストニアのですね、デジタル最先進国たる遊園というのは、はるかにですね、コンセプトによっている部分が多いと思いますので、そういうエストニアのですね、デジタル化の背後にあるコンセプトをよく理解しながらですね、エストニアに進出していくと、非常に仕事がうまくいくんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。そうですね、たくさん質問をしていただいていますけれども、どうしましょう。あと一つだけ、じゃあエストニア人の生活、日常について、特に日本人との違いで気になるところがありますかということなんですが。ですね、驚くべきことに、意外に似てますよね、日本人。本当によく似てますね。まず非常に勤勉ですね。まあ、最近ちょっと日本の若い人たちはちょっと変わってきたのかもしれませんけれども、よく働きますね。それからもう一つ非常にですね、恥ずかしがり屋ですね。だから先ほどのですね、進出するときに何を気をつけたらいいですかっていうのって、一つ頭に留めておいたらいいと思うのは、日本人と同じように非常にね、シャイですよ。だから初めは会ったときにはですね、あんまり笑わないしですね、とつきあまり良くないですよ。だけども一旦打ち解けちゃうとですね、本当にもういつもニコ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 してくれます。ここはですね、日本との違いというよりも、私は日本と同じようなところなんじゃないかなと思います。だから、違いというのは僕はほとんどここにいて感じないですね。むしろ日々ですね、エストニア人と付き合えば付き合うほど、なんてよく似た連中だというふうに思う。それが私にとってのエストニア人でございます。ありがとうございます。それでは、たくさん質問は来ておるんですけれども、少し次の予定もございますので、これにて終わりにしようと思いますけれども、本当に本日はどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。皆さん